細かバッテンが余歌仏壇の星かです。和島さん、この日頃か20オーバーください。そう言っていただいてですね、熊本市中央区横手町愛様ご注文いただきました。誠にありがとうございます。 金箔が吹いても剥げない国産仏壇お仏壇の販売が天職永田後期でございます2021年8月10日火曜日今ちょうどですね5時39分の朝動画でございます今日はまだ 曇ってますね。なんか雨が降りそうでですすね、ね今にもです、ねはいまあ、気のありがたいことにですね、まあ、オリンピックが終わったせいでしょうね、ご来店たくさんいただきました、本当にありがとうございます、で、しかもですね、えー、横手から、えー、愛様ですね、ご来店いただき、中国、こちらの日後六花、か、これ、日本製、静岡製なんですよ、これはもう、あの今、大仏壇もですね、まあ、くどいようですけど、9割は中国製なんですよ。で当店両方扱っておりますあの 当二刀流でございます。大リーガードあのなんとかくんじゃないですけどねであのこれ小型仏壇もですねこうやってあの中国製も扱っておりますねただやっぱり私としてはですね昨日あのこの 最初こらえてで、そうね、だてたの幅が狭いですね、仏間の幅が。で、おっしゃられて、やっぱここに入らんといかんもんなで、確かにもう幅が50センチちょっとしかなかったものですから、あそうですねということで、でただあの、愛様、よかったらこちらどうですかということでですね、やっぱり小さいけど、これは日本製、国産、静岡の職人さんが丁寧に作っておりますよと。 でこういうのを見ていただいて、ですねこうやってこ見てください、これ、ほら、もう職人さんがやっぱり一つ一つこうやってですね手で組み立てていかれるんですよね、やっぱこうやっていいでしょうとで、やっぱせっかく拝むなら、日本製、やっぱ日本の職人が真心を込めて作ったお仏壇のほが運気の上がるですよって、でああ、そうね、手でこうやってこう保証書もちゃんとほら、これ、ちゃんとこのお仏壇はですね小さいですけど、本物の手段系を使ってるんですね。 ブビンガという材料ですね。でこれから、日本静岡製と。まあ、のこちらにもありますけどね。ちゃんとこの職人さんのこの静岡、ちょっと見えますかね。静岡の職人さん。これはあのちゃんと。 このその証でございますね、はいまあ、そういう話でやっぱせっかくならばもう日本勢が運気で上がってすべいて「ああそうやな」っておっしゃってご来店で一っまた帰ってみられてよそ見られたみたいですねであとは昨日お電話いただいてやっぱあったから買うばいいうことであ夕方ご来お電話いただいて。 ごご注文いいたただきまました誠にありがとうございますそれとですねあの、まあ、これは余談になりますけど私これを必ずご来店のお客様にはでこれにあの私の高校出身私はね熊本県立熊本西高校時代卒業なんですよでうちの息子も西高だもんなーってうち息子は5回生バってあとは何回かいたはうちは4回でございましたあなたあた,たい5回かいた生命はたいって生命はってのは西高の校空なんですけどね。 まあ、そういう形でですね、まあ、あの西高のご縁でございました、ありがとうございました、まあ、そういう形でですね、まあ、話はともかくですね、この静岡のですね、丁寧に職人様が作ったお仏壇、やっぱ私はですね、まあ、私は神棚、ちょっと今見えますかね、神棚も,も日本製にこだわってます。やはり 魂がこもると思いますでやっぱお仏壇というのはですね亡くなられた方の供養それとですね生きてる我々がこれからますます良くなっていく子孫が繁栄するやっぱそういうものだと思っておりますので運気の上がる国産仏壇もうこれはもう私頑張ってですねおすすめしていきたいと思いますこがもう私の転職でございますはいまあそういう形でですねすいません長くなりましたえー古賀小さな高級国産仏壇肥後六 名前がいい時の言っていただきましたありがとうございます日頃か日本製静岡の職人が丁寧に組み立て西区横手町愛様ご注文いただきました一度ご来店建物、えー、を検討していただきましたただまあありがたいことにですねやっぱお宅とは小さかばって横の横仏壇のことだなとオーラがあったということでですねいいお仏壇が欲しいということで 本物のお仏壇日頃かご注文でございますでまああの息子様が熊本県立熊本西高校卒業ありがたいご縁でございますはいあの田んぼん半ば自転車踏んでいかしたんですね息子さんもですね私も一緒でございます生命はれ、ね、この生命はの精神でですね私も一生懸命頑張っていきたいと思いますので一つ皆様よろしくお願い申し上げますあそれとそれとですねあのカモンカモン えー、よいしょ。このこの愛様はですね左三つ止め素晴らしい家紋ですねこれはやはり神社系の家紋でご先祖様は神社とやっぱ関わりがあったんでしょうね神社系の家紋、まあ、こちらをですねお仏壇の下の方にありますけどですね取り付けさせていただきます本当にですね愛様この度は国産仏壇日頃かご注文ありがとうございましたこれよりお礼を申し上げますはいではここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます皆様の開運は点お祈り申し上げます